あ、わかっ。トイレ行ってわかった。ちょっとまた音聞こえる。あのな、みんなそのうちの体に憑依してきたのがそもそもおったんしね。そのうちの最大のものがすでに受精卵となっていたうちに精子をみんなぶちまけた。それがおったんし、それ現在記述で書いた。何が現在、何が現在ですかとか言えへんし、記述で。で、悔い改めの参議を成立して、な、宗教と経済が成立しちゃって、それはいいとして、しゃあないもん、皆さんが信仰しちゃったか、信仰したもんに成立する。な、だってその、信者集めるその、キリスト教の教祖ともかく、その、教皇以下、なんていうの、聖職者も信仰したから、キリスト教の先生になってるわけだ。でも信仰したい人としていませんよ、キリスト教の町から、ね。で、まあ、それは置いといて、それは置いといてってことは、それはいいとしてって言ってるけどね。うちがそれはいいとしてって言うときは、それは置いといてって言うからね。そんな話ちょっと置いといてって。意味せなあかんでしょって言うときは、それはいいとしてっての方言やからね。それはまあ、ええとしてな、実はな、こういう言い方するね。ええっつうのな、横の、横ベクトルのこと。それはちょっと横に置いと、横ベクトルに置いとけと。それはしてきてね。で、この言い悪いじゃないね。で、ええって言うのもさ。もう、ええっていうのは女のセリフで。いいときも悪いときも、ええ。もうちょっとその横に置いときましょう。で、同時に、私とあなたは同じ目線に立っていなさい。同じ身分ですよって。男は今、うまい。違うときは今。正しいときは今。うなずけるとき今、違うときは今、うん、男ははっきりしとって、今、うん、今、うん、ってな。男の十字架は今と今、さて、本当で。で、じゃあ結局、みんなこっちに移動してるから、肉体別に癌になっても構わへんのかってうちが気がついて。自分の意味を叶えるためなら肉体を犠牲にしてる。たとえ癌になろうが。じゃあさ、あんまあの、体の一部を敷いて。何したらや。それでもここに閉じ込められたその最初の罪が原因だよ。あんまないの、あんまないのって言ったの。みんな、みんな顔さらしなきゃ